はい、雷雨というか皆さんの住んでらっしゃるところは雷鳴りましたでしょうかね。代表曰くこの新宿も鳴ったそうなんですけど、私が勤めてる、駒込の方の事務所ももう1時間半ぐらい前かな、もうバカバカバカ雷鳴り上がってもううるさいぐらいだったんだけどね。で、帰る頃にはもう気が狂ったように泣けなかったか、セミシグリがやかましくなってましたけどまあいいや。そんなわけで今日雷雨ってことで室内からお送りしております。1本目は政治ネタというかちょっと喜ばしいネタというかですね。まあ何年か前に、日立が、イギリスで車両を受注しましたっていうのでおめでとうございますっていう、凱旋をした覚えがあります。でそれに続いてというか、まあ、要は日立がまた欧州で受注できたという話題です。900億円ぐらいだったかな、うん、喜ばしいことですが、がなんですこれ、うん、産経の記事のタイトルとりあえず言いますね。日立スペインの高速鉄道フレッチャロッサ1000受注って書いてあるんですけど、フレッチャロッサって聞いてなんだ鉄道マニアの方、あとは私みたいに鉄道マニアじゃないけど、ゆっくり歌劇団っていう、YouTube のチャンネルがあるんですけど、海外の鉄道を紹介しますしてるチャンネルがあるんですが、そこでこのフレッチャーロッサ1000、まあ、型番的にはフレッチャーロッサ400らしいんですけどね、それの紹介をしてるんですよ。フレッチャーロッサミスミッレっていうのは正しいらしいです。で、どこの国のかっていうと、イタリアの車両なんです。で、記事の中でもトレニタリアって歌ってて、要は最初はイタリアに納品された車両、当たり前なんですけどね。要はこれ製作してるのが、今は日立レールイタリーって名前なんですが、その昔はアンサルドブレダって言ったらしいです。何かっていうとイタリアの車両メーカーで倒産したというか倒産して日立に買収されたからって話なんですけど、で、このフレッチャロッサ1000、フレッチャロッサ見てるなんて見てるなんですけど、残念ながら日立の設計開発じゃございませんその昔ボンバルディアと、先ほど言ったアンサルド・ブレダが共同でイタリアのトレニタリアにとから受注した、高速鉄道です。イタリア向けにだから、日本の、まあ、今は日本メーカーです。今は日本国籍のメーカーの傘下にある日立レールイタリーが生産していたフレッチャロッサ1000がスペインに採用されましたって話題なんで、まあ、日系メーカーの車両には違いないんですが、ラインナップに今はなってしまってるんですが、直接的には日本のこうなんだ、製品というか、商品というか部品があるいはこう下請けのね中小企業まで波及効果が高いかって言われると高くないんだなこれがっていうところがちょっと残念だなと。この900億円を受注したからといって日本国内に回ってくる経済効果、もちろん日立が受けるホールディングスとして受ける利益はもちろん日本の経済効果になりますけど、それ以外で日本に向かってくるのは、そんなないのかなと思ってしまいますね。まあ、先ほど のゆっくり換気団の動画曰く、TOTO製の、ウォシュレットとか、なんかトイレ設備の水回り関係を使ってるって話なんで、TOTO は利益を得るかもしれないですね。まあ、28編成なのに大したことないっちゃ大したことないんですが、でね、これでさらに残念なのは、さっき私英国イギリスのに採用されましたって話したと思います。一番最初に欧州に日立が名乗り込んだ時はイギリスに名乗り込んだわけです。そこで受注した車両がありまして、もちろんそれも高速車両があるわけです。どうせだったらそれがスペインに輸出されれば最高だったのにな。まあちょっとフレッチャロッサ1000よりも速度は落ちるんですが、それでもまあ日立のことだから強化してくれると思いますので、まあちょっとその辺が残念やなと思ってしまうところです。どうせだったら押せよ日立っていうところでしょうかねそこはクラス800押せよ日立っていうところで、まあ、日立に文句言ってもしょうがないんですが、ただ、総合的には日本の企業が、シェアを広げていくということ自体は喜ばしいことですので、次こそはクラス800が別の国でイギリス以外の国で走るところを見てみたいな、チラッチラッということで、日立さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。